アソッパというサイトのウサギのハンカチ遊びを参考に作りました。ハンカチを三角に折ったら、その端を2回折り曲げて結びます。結んだところが耳になります。広げたら親指を差し込んで2本の指で持って耳を作り、ぎゅっと上に引き上げます。こんな感じになります。目やひげや鼻を貼ります。紙に書いて裏に両面テープをつけています。黄色いので狐さんになりました。手も狐の形にして結び目のところを握ったら、小指と人差し指の間から耳を出して、そこに頭の部分をかぶせるようにします。耳を整えて、はい、狐の出来上がり。中指と薬指を伸ばすと顔の形が整います。こぎつねこんこん山の中、山の中、草の実つぶしてお化粧したり、もみじのかんざしつげのくし。アソッパには他にも簡単にできる遊びがたくさん載っています。参考にして作って遊んでみましょう。